おはようございます。いつもお世話になっております。松島良でございます。202!、ね、はい。えー、っと、今日はですね、X で話題になっていた映画の損切りについて。で、もともとは、あの、ドラゴン桜の、ね、ちょっと名前忘れちゃったけども、えー、ドラゴン桜の書、えー、いてる漫画家の先生が、えー、インスペクター X? みたいななんかまあ投資とか株を学ぶ系のまあ高校生なのかな株学んだり経営を学んで、まあ、みんなでビジネスでめっちゃお金持ちになっていくみたいな漫画私その結構公式で切り抜きが上がってて、えー、株がこうなった時にこうしろとか,、えー、なんか働き方とか経営の考え方みたいな。 なんかね、六分の一、六分の二みたいな、こう、自分のポストをつないで画像が四つぐらいついててっていうの結構ま、あの、公式が出してるからたまに読むんです。えー、紙では読んだことないけど、えー、それでまあインスペクター X で、えー、まあ損切りって損しすぎる前にちょっとした、しか損してない段階で、えー、切れと。まあ株とかだったら、 え、100円で買った株が90円になって、もしかしたら元に戻るかもって思って、80円、70円ってなった時に、90円の時に売っとけば10円しか損しなかったのに、70円になってから売ると30円損しちゃうから、なる早で、え、損を確定させろっていうのがまあ損切りっていうことだと思うんですけど、まあ私投資とかしたことないから、詳しくないけど、で、え、つまんない映画は途中で見ぬやめろって、 まあこれが損切りですよ。みたいな、まあ漫画のくだりがあって。で、まあそれに対して、まあ映画って最後まで見ないとわかんないものもあるよねとか、え、最後だけ面白くなるような映画もあるんですよみたいなことで、みんなが途中で映画見んのやめるのってあんまりいいことじゃないんじゃないかとか。あとまあ映画館の場合お金払ってそれ帰っ途中でね、見んのやめて映画館出たとしてもお金返ってこない だから、損切りになんないよ、みたいな。むしろ最後まで見た方がいい、得々だよ、みたいな。えー、なんかいろんな意見が出ていて。で、まあ私も基本的にはやっぱり映画1一回スタートしたら、えー、と、一回も止めないで最後まで見るっていうのが、あの、まっとうな感賞だと思うんですよ。で、しばらく、まあ5年前ぐらいまでかな、私も、え、ネットフリックスとか、 えそういうので、えー、見るときも映画途中でやめるのすごい嫌で、えー、止めないで見る。だからトイレとかもう行かない。行くにしても、まあ、なんか流しながら、音聞きながらトイレ行って戻ってくるとか、えー、その、やっぱ一作品の、特に映像っていうのは時間との兼ね合いがめちゃめちゃ、 あるわけじゃないですか。その人作品の意図というか、まあ音楽で言うとグルーブみたいなものがあって、それを一度止めると、えー、やっぱ作った人の意図と変わってしまうから、止めないで見る。で、途中で、ちょっと一回止めていいちょっとトイレ行ってくるわっ止めるやつは良くないなって思ってたなんかまあ一種の潔癖症みたいなあったんだけど、えー、どん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 、こう、 サブスクで映画を見るようになったら、止めれるようになってくるんですよね。これはいいのか悪いのか分かんないけど、昔はなんか止めるの気持ち悪いなーって思ってたけど、一回止めてえ、まあお出かけして帰ってきてから続き見るとかね。そういうのが全然抵抗感なくできるようになって、それでもやっぱり一度見た映画は最後まで見ないといけないなーっていう気はすごいするんだけど、ほぼ唯一ね、 これは見れねえなーって思った映画があって、それが、えー、え蜷川美香さん監督の藤原達也さん主演、主演違う人かなダイナーっていう。これ私、もう最初の10分ぐらいで、ふっちゃけんなって、あの、ボケての画像あるじゃないですか。 あの、多分自動車免許の教習場の教科書のイラストなのかななんかシートベルトしてなかったらフロントガラスに頭ぶつけてガラス割れるみたいな、まあかわいい絵柄の、えー、一枚イラストがあって、こういうのとこうなんか頭ぶつけてるイラストがあって、 まあそれで画像で一言みたいなボケてで、ふっちゃけんなっていう書いてあって、ふっちゃけんなって自分で頭突きしてるみたいなボケの、ボケてのボケがあるんですけど、それみたいに、ふっちゃけんなって思ったんですよね。もうなんか。 まあ、好みの問題ですよ。もちろん。あの、だからそれが好きな人が、えー、感性がね、劣ってるとか、趣味が悪いっていう話ではもちろんないんだけど、えー、なんで私がそのダイナー見えなかったかっつうと、これもううまく言語化できないんだけど、えー、解像度がね、高くて、えー、しっかりと私は蜷川美香のこういうところが苦手である。好みではございません。で、しっかり、 言う、あの、私は多分ボキャブラリーは持ってないんだけど、だ、だからすごくざっくりとした言い方になってしまうんだけど、めちゃくちゃダサくて、<laughs> なんか、もう美術、なんかもう、まあ店の話なんだけど、ダイナーの。店もダサいし、内装とか置いてあるインテリア、 とか小物も全部ダサいし、着てる衣装もなんかすごい凝って作られてんだけど、それもダサいし、話の筋もなんかダサいし、芝居もダサいし、撮影もダサいし、編集もダサいし、みたいな。全部、腹立つぐらいダサかったんですよ。それでふざけんなって思って、ダサくて腹立って、耐えられなかったの。 申し訳ないね。もしあの、ダイナーが人生の一本ですっていう方がいたら申し訳ないけど、私はそう感じてしまって、最後まで見ないとちょっと気持ち落ち着かないなーっていう、私でさえ、えー、腹立って止めたのがダイナーです。<laughs> で、えー、そもそも、あの、まあ、それは後から気づくことなんだけど、えー、美ナさんの映画が、 すごく苦手です。で、うまく説明する知恵とか技術がないから、ざっくり言ってしまうと、すごくダサいから、苦手。なんです。だから、蜷川美香の良さわかんないなんてもったいないねって、いうことでもあると思うんだよね。だから、見れるようになっていった方が私は豊かになると思うんだけど、まだよくわかんないんだ。難しいのかな。 で、次に、てか、あんまないんですよ。この人の映画、超苦手だっていうの。あんまないんだけど、蜷川美香さんが、まあ、ぶっちぎり1位で、えー、2位。まあ、そうほぼその2人しかいないんだけど、ぶっちぎり1位と、まあ、ぶっちぎり2位で、えー、2番目に嫌いなのが、あの、品川正治の品川さん。品川ゆ優さんの映画が、 すごい苦手ですね。なあ、もう、それもう、うまく言えないんだけど、やっぱ、ダサいんですよね。<laughs> 映画が。うーん。だからね、そっからまあ、傾向というか、考えていくと、もしかしたら、まあ、日本の、 でかい商業映画みたいなもの自体がまずそもそも苦手目で、その中でああいうセンスがより苦手みたいなことなのかな。でも、私別にそんなに偏ったアンダーグラウンド思考みたいなのは多分そんなに強くなくて、むしろミーハーなタイプだから、おっきい商業作品が全部嫌いかっていうとそんなこともないと思うんですよ。ゴジラとか、みたいなのとか、 あとまあラブコメみたいなのとか夏休みとか春休みとかみたいな映画とかアニメとかも別に嫌いじゃないからなんかやっぱりこうちょうど嫌いまあ苦手っていうツボにピンポイントにこう突き刺さる感覚っていうのはきっとあるんですよねそれはまあきっとみんなにもうそれぞれあると思うんですよなんでまあ損切りの話から私が嫌いな映画監督っていう ねえ、あのー、ナイーブな方で、品川さんとか蜷川さん、川が嫌いなのかなもしかして。えー、まあ、品川さんとか蜷川さんがすごい好きで、えー、ナイーブな方で、えー、なんだよ、まっちゃん。私の品川とか私の蜷川のことを悪く言われて嫌な気持ちになったわっていう方、もしいらっしゃったら、すいませんね。でも、それはまあ自由ですからね。あなたが、 何を思うのも自由だし私が何を思うのも自由ですよ。うん、であんまりなんか私別に人のこと馬鹿にしてるつもりないんだけどよく霊障的だって思われそうじゃないですかなんか霊障とか嘲笑してそうってね。そんなことないと思うんだけどでももしまあ 蜷川実花超好きで、えー、私がダサいって言ってて。嫌な気持ちになったっていう人いたら。それぞれ好みの違いは。あるじゃん。って思うけど。内心どっかで。バーカって。思ってんのかもしれないよね。だから、それは表に出さない方がいいよね。うん。何の話がね、っちゅう話でございましたけど。明日。